マックスが男気を出した、はい、あの池袋の、はい、カレーのなんと今回第2弾が販売されていて、健介さんリベンジしたいということで。おー、いいな。ケンちゃんもうあっという間に揚げ物が出てるだけは、あ、なくなったね。どっちにも入ってないんですよね。いやーというわけでね、我々もまあなんといってもね、富樫義博先生といえば、はい、ね、ハンターハンターではなく悠々白書世代でございますけどもね。そうですね、私はあの、トグロの兄をやらせてもらってます、マックス鈴木と申します、よろしくお願いします。本当に兄の方なんですね。そうですね、まあ、人にたかって、家賃とかも払わずに吸い上げバカ野郎どうも、サムライティングでございます。おばさん、今日何ですか、今日は。今日はですね、はい、今日来てるのは、この見てもらって分かると思います。はい、土俵があります。うん、両国に来ております。お、はい、今回はですね、はい、花の舞江戸東京博物館前にて、ほう、とあるチャレンジメニューをやろうかと。おお、花の舞さんのチャレンジメニューといえば、なんとなく僕正直予想はつくんですけれども、今回は何、どんな感じなんですか。前回あのシノケンさんのシノケンカレー、はい、3キロと7キロ、マックスが7キロ、ケンスケが3キロ挑戦するというのをやらせてもらって、池袋でってやつだ。はい、よろしくね。はい、あの、はいはい、マックスが男気を出した、はい、あの池袋の、はい、カレーのなんと今回第2弾販売されていて、お、おめでとうございます。うん、そちらをケンスケがリベンジしたいということで。はい、お母さん、はい、なんか、いや、だって最近あのポコスリムのダイエットいいじゃないですか。もう今10何キロ10キロ超えたのかな、やってたのは。10キロは超えました。超えてますね。大丈夫なんですか。いや、もう、いや、ほんと未知数ですよ。その今ダイエット期間やってますけど、それこそそのちょっと前は、あの中食い用で、まあ、それなりに10杯は届しなかったですけど、はい、8杯ぐらいは食べれたじゃないですか、はい、予選で、はい、なんでもしかしたらっていう可能性だけはあるのかな。そっちの大丈夫、あの食べれる方じゃなくて、僕らはリバウンドの方をすごく気にしてるんで。いや、でもそのちょっとそっちの大丈夫の方はもう気合で落とすしかないのかなって。ああ、まあ、そっちは気合でどうにかなる、はい、こっちも気合でどうにかなると思うからでどっちも今回気合でどうにかするっていうコンセプトでいいのかな。でも結構あれですよね、今回僕はめちゃくちゃ頑張って食べて、めちゃくちゃ頑張って落とさないといけないっていう、うん、素晴らしいじゃないですか。でもさ、シノケンカレーの第2弾おめでとうございますよ、はい、まあ、それでも PR みたいなことじゃない。これ残すはさすがにちょっと厳しいんじゃない。え、そんな大丈夫ですか。これあの、なんていうか、ディスブランディングにならないですか、大丈夫ですか。いや、あの、認めてもらうぐらいまでは頑張ろうかなと。おお、あの、もう、はっきり聞きたい。もう、今の段階でどう、正直。俺は多分大丈夫、7は。僕自信はかなり前回よりちょっともしかしたらないかもしれないです。でも中部予選で結構行ってるんですよ。あ、予選というか、まあ、予選出ちゃったぐらいなんで。結局そうだよね、結構なんかすごいスコア出してたよね。これ最悪じゃない、もしね、もう仮の話して申し訳ないけど、ケンスケが食べれなかった場合は、まあ、俺なり小田なりがちょっとそうですね、ヘルプするのはありな、ルール的に。まあ、チャレンジルール的にはダメです。チャレンジはもう失敗です。なんとかなりますチャレンジとしては失敗とするけど、僕らの内部チャレンジとしてはやりきるっていうのがいいんじゃないですか。あ、チャレンジを踏むだけのみたいなね。それ OK にしたらだってもう全部の大食いのチャレンジ目に OK になっちゃいます。そりゃそうですよね。そりゃルールあっての我々ね、大食い選手ですから。ですけどね、もう事故なだけちょっと怖いんだね。そこだけ。え、シノケンカレーの特徴ってどんな感じなんですか。前回シノケン君だけのカレーだったんですけど、今回ゾウさんカレーとエビマヨちゃんカレーの3種類、はい、先生、はい、僕ゾウさんカレー知ってます。食べてます。チャレンジさせていただきました。結構辛かったです。辛いですよね。しかもゾウさん優しくて、あれをあげたら LINE で取り上げていただきありがとうございました。さすが。こういうとこ好感度の塊で、好感度の塊。でも僕エビちゃんのカレーとシノケンさんのカレーはちょっとまだ食べてないのでわからない。前回と違うのが、はい、前回冷凍だったんですけど、今回レトルトだったんです。あのレトルトカレーのボックスに入ってるんですね。いわゆるああいう、はい、はい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 。なんであのかなりこうお求めやすくなったっていうのと、第一弾の味を引き継いだっていうのがシノケンカレーです。でエビマヨカレーは、エビマヨカレーはですね、もうエビちゃんらしい、はい、あのエビクリームカレーみたいな甘めのちょっと子供でも食べれるようなタイプになってて。なるほどなるほど。エビちゃんが甘め、うん、でゾウさんがピリ辛、シノケン君が濃厚っていう3種類のパターンになってます。もう一度今日は濃厚やる。あ、忘れちゃいました。いや、分かる分かる。今ねちょっとね、満腹祭りで忙しくて、満腹祭り忙しくて、ごめん
確かに本当にもこの後 CM 入ると思うんだね。そうですね。ちょっとあのサムライティングね、ちょっと年末に向けてダダダダダダダって頑張りたいと思ってますんでね。はい、ちょっと改めましてよろしくお願いします。じゃあそんな感じで今日はじゃあ長舞、はい、両国国技館前店さんでシノケンカレー、うん、爆食レッツゴーレッツゴーどうだって120%。じゃあ始めますか。はい、その前ちょっといいですか、これを。おっ、細部さんを食べる前に何かしていただきます。本当に飲んでるんだね。はい、僕めちゃめちゃ飲んでます。てかマジで疲れかかってマジで痩せます。びっくりするぐらい。なんか俺にも今度くれよ。おお、持ってくる。何個持ってきて。おお、面白いのが前日ちょっと飲み行っちゃったとかで取ったかなと思って、その次の日の夜体重測ると思った以上に増えてないんですよ。ポコセルのおかげ。はい、普通に手放せないっす、ガチで。あ、もうポコセルくなってきついってなる。すごいね。すごいっす。結構食ってますけど、もうあれだ、肌身離さずじゃないけど、もう気持ち悪い感じで飲まないと。カバンの中にもずっと入ってます、うん、全部のカバンに行くって言います。あ、僕もっす。忘れた時にやべえってなるんで。1、え、どういう飲み方すればいいの？1日4錠で、そうそう、で2回に分けるんだよね、はい、で、そんなに気にならない人は1日2で大丈夫です。はい、持ってきます。もちろん、はい、やろう、やりましょう。はい、で、制限時間ケンスケは30分です。はい、で、マックスが60分。じゃあ、大丈夫ですか、この準備は。はい、いきます。5、4、3、2、1、スタート。いただきます。よっしゃー、血の剣カレー、端から見ようかな。今、エビマンソンカレーの今やから、エビフライだ。どうしたちょっと、エビマヨとエビフライ分かんなくなったからもう。全然食べてる。あ、うまい。あ、ほんだ、ほんだ。あ、これ、ゾウさんの時あれだわ。あの、辛くない分、食べやすいかと思えてや、ルーが濃厚です。これすごい、エビが強いです。あ、そう、はい、エビ強め強めです。東南アジア系の、うん、あるじゃないですか、エビが強い香りの、うん、イクラの香りだと思う。揚げ物多くない？めっちゃ多いですよ。顔をやられないような主人は、はい、前歯がいい。前歯が奥歯で飲むと、はい、やられる。まあでもこれもまず揚げ物からいかないと手が出なくなったりそうですよね。前回はちゃんと唐揚げ入ってたもんね、全部ね。はい、前回確か唐揚げ結構な量入ってた気がするんですよね。2人と3キロでも10個入ってた気がする。いや、これすげえ量入ってんな、マジで。このシノケンカレーもお子様食べやすいと思う、これ。すごい、なんか濃厚な感じがするっすか、そっちは。うん、ちょっとだけクリーミーな量もあるし。ケンスケはあれなんですよね、そのたまたま当日欠員が出ちゃったの、第1回中軍用の予選出た時あるじゃないですか。はい、あの時も確か8杯、2.4 は食べてるんですけど、それ以上食べれなかった原因としては、ものすごい量の水を飲んでたんで、多分、はい、2リッターぐらい水飲んでたんで、容量として多分あるんですよ、3キロぐらい。すごいよ。うんだと、まあ、あとちょっと自分で言い聞かせてるのはつけ麺なんで、その水分もあるのかなとは。ケンちゃんの一番好きな食べ物は何なの？でも結構あのうちカレーかもしれないです。あれ？お、いいね。カレーはこういう日本のスタイルも好きですし、うん、あのスープカレーだったり、東南アジア系も、うん、あのマコンだったりそういう系も好きです。何の食べ物も。へえ、全体的に好き。うん、好きです。価格は？お米は割と得意な方？どちらかというとそうかもしれないですね。麺、お米、お肉は俺が一番食べられる。多分お米だと思います。お、なんか昔からなんか僕の勝手なイメージというかあるんですけど、うん、昔学生の時とかにつけ麺屋さん行って、つけ麺で大盛りとかにするとめちゃくちゃ見た目多く見えてる。うんうんうん。なんかそういうのもあるんで、うん、だからメンタル的な問題かもしれないです。見た目も。はい。ケンちゃんもうあっという間に揚げ物がいいベルト。そうそう。超水飲んでない。はい。素晴らしいです。まだもうちょっとで5分ぐらいなんですよ。めっちゃいい。止まらないでいけるかが分かるからね。そうですね。でも前回は、うん、唐揚げも10個食べなかったんですよ。うん、確か1個か2個残しちゃったけど、残した気がする。なんで、先に揚げ物は全部先に行っておきたいな。
もう最後の最後に雪があると本当きつかったんで、うん、そうなんだよ、なんか別物食べてるみたいな感じになるなりますね後半って、はい、そう、大食いって本当そうなんだよ。お、ケンちゃん、揚げ物を全部いっちゃった、はい、いただきました。時間がで、僕も今、カットが終わりました。お、今、そうですね、もうすぐ7分ってところですね。フォークなんですね。え俺が来るんだよ。スプーン間違っちゃったこれってもしかしたらこれで7セットかもしれないですね。あ、でもそういう可能性あるんだよ。ガチでこれか。おもろすぎるだろ。びっくりした。フォークなんですね。いや、まあそのあるじゃないですか、揚げ物とかたくさんあったんで、うん、それありがとうございます。ありがとうございます。持ってるな。持ってるですね。フォークなんですね。ここからちょっとライスマネージメント頑張らないと。そうですね。いけちゃう、さらっといけちゃいそうだけどね。なんかまだいけそうな感じはあります。ただ前回もなんかこんな感じだったけど、米詰まってないもんな、あんまり。うん、でその入りきらなかったっていうか別添えのルーム、はい、なんかこれで飲むほうがなんかライスマネージメントうまくいきそうな感じがしますね。キュンセイがもう米が残り半分切ったんじゃないかというところで、はい、切っとう、うん、15分がちょっと経過したところですね。半分お願いします。そう、前回の希望はあります。うまいね。ね、交換しましょう。ルール、はい、おいおいおい、交換しよう。もう同じぐらいなんですね、見た目、うん、はい、もう料理しますよ。余裕だな、なんか、すごくない？なんか今このうちに行っとかないでまずい気がします。あ、これはある。スープ使ってないのが大きいんじゃない？言ってると思います。あの、もう前回の中華料理のその前のあれね、茨城の3軒のやつで仕事した時も、本当に水分は天国なんですけど後々地獄になるってことを知ったんで、あの時が一番学習したね。しましたね。ギューってなる感じが本当良かったんで、やっぱそれなりにやっぱ何キロか食べてくるとなんか塩分を摂取してると水分がどうしても欲しくなって、食べた後にグイッと飲み込むと中で膨らんだ時のあの苦しさっていうのは特有なんだろう。いけんじゃん。いけそうもん、いけそうもん。うん、純米そのものも美味しいですね。うまい。牛入ってた。うん、そうくん。ケン、はい、どうこれ。ケン、どういくのって、食べ方的に。そっちに行くわ。うん、じゃあ。こっちだろ。ちょうど、20分経過で残り10分ですね。ケンちゃんはいけそうだね。前回はケンスケがいけなくて鈴木さんが男気で助けて完食するというドラマチックなやつだったんですけど、今回まさかのケンスケが手伝うというパターンが出てくるね。出てくるかもしれない。これいけなくてマジでいけそうな。いや、もう、ま、結構切ってあります。あ、パコってやんないんだね。ちょっと見せないんだね。何年目かの了解で。デカ盛りのなくなってしれっとそーっと手で押してフレームアウトさせる人初めて見たかもしれない。大体みんなこう「食べました」ってやるけどね。なくなりましたっていうのは。とりあえず OK は。うん、なくなったね。ちょっとにも入ってないですけどね。うん、そうだ。僕は前だって俺だよな。瞬間ケンスケ一切水を使わないというね。はい、よく飲めるな。演技力からすると、ケンって濃度が強いわ。あれだって除菌2秒ぐらいで飲んでるから全盛期は学生の頃はそんなようなことした。逆にしたらそのライスの量だとしんどいんじゃない。ちょっと逆にミスったかもしれないね。あ、どうかカレーの具に慣れてくると分かるんだけど、米よりルーの水分質すぎ。こっち結構米だけで食べちゃってました。米がつけてて、スプーンの上にちょっとルールをつけて、米の味で塩分というか、それを中和してます。これもテクニックの一つだよ。本質的にはルールが必要だ、本当に。カレーって。おっと、
ドロップ。あ、ドロップ。ケン、こっからだよ。こっからだね。この丼一杯のルーってまあまああるっすよね。面白いね。マックスのね、湯気すごい、うん。全然冷めてない。しかも、さっき見たところがめちゃくちゃ減ってますね。すごい食べたんで。止まらない男。もうマグロって呼んでくれ。大概魚止まんねえと思うけどな。あれマグロだけだっけ止まんない。止まったら食べたの。止まったら死んじゃう。死んじゃうんだっけ。マグロだけだっけ。マグロ。3分ですか。残り3分です。3分。急がないと。頑張れ。頑張れ。震えて震えて。こっちの左手で丼持ち上げるので、うん、このプリ持ってないから、うん、持ってないから落ちるぞ。あと俺が仕上げ出して、どうした、やっぱりやっぱ超人戦でした。ルーなんすかね。そうなんだよね。あ、でっかいラストスパートいける。いやー、なんかいけるのか。頑張れ。ドラマティックな展開作ってるのか。いや、いける。30秒。いや、ラスト30秒。ラスト30秒から行き。頑張れ。マジか。7 6 5 4 うんうんうん。いや、終了。まあ、時間は過ぎましたけどね。完食目指すのは全然ありだから。いや、最高。うん、いや、それすごいよ。うん、すごいよ。お子ジムダイエットしてんのにさ、そのリクエだってやばくねえ。3キロ今食べてるからあれだと思うけど、7キロ食べるってやべえよ。やばいし、このバツカスイートってことだよね。まあ、楽しみまで完食することに意味があるぞ。はい、俺もルーム残りそうだわ。これでプライスマネージメント間違えてるから米頼まなきゃいけないんだよ。腰がいい。米切りか。お、動き始めた。うん、36分、もう約37分。ウェイヨー、ウェイ。残りのみね。時間は41分。うん、40。うん、さすがやね。お、結構でも一口ずつ進んでいくという。だって3キロ完食できたって自信は今後大きいんじゃない。いや、と深い。あとまあ別にシンプルに中部位を出ていい素質のギリギリがいいですもんね。呼吸3キロ一番欲しい。一番中部位の中の中ケンスケさ、これジャストアイデアなんですけど、次安藤さんとガチで対話やらせてみませんか。中食い対話どうぞ。やる。ねえ、ブラッシュアウトやってるわ。なんか安藤さんに金髪ってましたよ、ね、あいつぶっちゃけザマじゃないですかってボロって言ってましたよ、ね、いいんじゃないですか。白黒つけません。ちょっと面白そうじゃないですか。うん、うまい。エビですよね。あ、でも確かにこれが一番きついかもしれない。だったらこれもきついかも。甘いかも。みんなこっちのきついでいきました。そうなんですよ。あの甘さは、あだからもう何キロだったんだけど。じゃあやる。安藤さん対健介のやりましょう。なんかグライドをかけたデスマッチで、できればダイエット企画持ってくるんですけど。だよ、ここそれも期間あるよな。でそれでもこうするのやっていけるから。坊主でいいですか。坊主が一番いいんだ。サムネ的にはめちゃめちゃ面白いですよ。二人がオッケーしてくれればね。じゃあそう、大変じゃん。お金とか良くないと思うの。うん、そう。大丈夫です。心折れねえんだな。いや、結構本当お前素晴らしいプレーだと思うよ。普通に普通のやつマジ諦めるぞ。これお前自分が思ってるやつすごいわ本当に。マジで。いや、でも普通は止まって終わるって諦めるよ。10秒出た出たり、うん、編集してて、僕前回助っ人というかそのザーバ、うん、だから
他の人たちより真剣さ足んなかったなと思う。申し訳ない。もう結構早々にもう歌詞変わったら動かさなかったんですよ。でこれ以上いたらやばいなって気はしたんですけど、でも動かさないと悪いじゃないですか。ただ映像を言ってるだけみたいじゃないですか。もうみんなきつくても動かしたじゃないですか。あのそこは見習わないとなと思いました。どこに削ってるお前がすごいと思う。46分。おっ、切れにくね。いいね。おいしい。乾杯。すげえわ。結局10分残しですね。俺もね、何よりもねカレーのうまさ、そして剣のねネバーギブアップ精神に感動した。マジでカレースパイトだよ。こんな感じで美味しいカレーがこちら、はい、レトルトで買えると。 EC で買えます。 EC で買えますので皆様概要欄ぜひ見ていただいて、まあご存知ない方はね、あのどんなもんかなってあの試しで買ってみていただけるといいと思います。結構なんか話に聞くとリピーターも多いみたいで、で僕が食べたのは今日は中辛というんですかね、シノケンカレーで、ケンが食べたのは甘口のエビちゃんのやつとか、他にもゾウさんの辛いのもあるか、甘中辛とかいろいろありますので、もしよかったらぜひ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 カレー食べちゃってください。じゃあケンちゃん最後締めてもらいましょうか。もうそれでは次のサムライディングは、サムライディングケンスケ VS安藤さん、ちょっと最近第2回シグも出なかったりライブばっかりされてると思うんで戦いましょう。ではまた。ねえ知ってる？最近話題のすごいサプリあるらしいのよ。なになに？ポコスリムって言うんだけど。ポコスリムって可愛い名前ね。可愛いでしょ。しかも今界隈で大注目されているターミナリアベレリカが配合されているの。誰よそれ。インドの伝統果実で糖と脂肪の吸収を抑える効果が認められているの。糖と脂肪の両対応できるのは魅力的ね。すごいところはまだあるわ。入っていると何かと嬉しい乳酸菌がなんとたった2粒で1億個入ってるのよ。億って桁がおかしいわよ。さらに他にもウコン、高麗人参など健康的な毎日をサポートする成分が全部で20種類以上も配合されているのよ。ちょっと効果盛りすぎじゃない？インフレすぎたソシャゲの限定キャラみたいになってるわよ。さすがに値段も高いんじゃないの。毎月届くテッコースならなんと初回980円、2回目以降も通常より 10% 安い3580円で手に入れることができるわ。サプリってまず使い勝手や効果知りたいから紹介980円助かるわね。しかも今ならテイクコース入会で限定のシノケンお箸がもらえるそうよ。あら、お箸のプリントがキュートね。普段使いできる点も実用性高くていいわ。紹介980円だしとりあえず試してみようかしら。気になった方は概要欄に記載の URL から要チェックね。